おはようございます。 Good morning、今日 Today 東芝サテライト U500 ドカッティエディション到着しました。もうすでに Windows 7になってるみたいね。ちょっと開けてみましょうか。ほう、なんか箱とパソコン本体みたいね。ちょっと取り出してみましょう。よし、ほほう、白いパソコンに東芝、ドカッティと東芝のロゴマークがついてますね。ちょっと次箱だな。よいしょ。実はちょっとさっき開けてみたんだよ。何が入ってるんだ。おお、なんと専用のバッグが入ってるよ。これにパソコンが入れられるね。なかなかおしゃれだね。よいしょ。何入ってんだ。よいしょ。よいしょ。AC アダプターと電源コード。あれ？電源コード。あ、これは日本じゃそのまま使えないね、これ。3本のやつ。これドイツあたりだったかな？いや、イギリスか。それから、あ、ユーザーズマニュアルですね。まあ当然、まあ全部英語で書いてあるけど、まあそんなところだね。まあちょっとAC コードをどうするかまず考えてから、それからじゃないとちょっと電源は入れられないけど、まずはファーストコンタクトっていうことで、よいしょ、非常にいい印象です。はい。